トップのあれですか、そうですね、順位点が40、10、10、20、10、20でトップ40入ってきますね。だって頭がいいとちいちゃの方がいいとかないですもんね。ないトップ同点の時はね、出てますね。現状だとまあ山口の方が上になってますね、総合で。ああそうですね。着順は同着は分けみたいですね、このハンちゃんの。そうですね、はい、まあおそらくまあこの後ねどちらかにがトップ目とか着順も変わるでしょう、うん、滝沢の手がまずまずいいんですが、滝沢それにしても先ほどね親番がね流れたのが流れたことでかなりきつい状況になりました。タレハイ吸収しただけにね、うん、こちらは木原。木原のあのまあねリーチ、現実的には山口に追っかけられてピンチのところもあったんですが、やっぱこれぐらいの段階でちょっと守っててもっていう、うん、僕も多分リーチの選択になりそうだと思ったんですけどね、うん、そうですね、ちょっと守るには早すぎますね、うん、で上がって少しでも余裕持った状態で曲回したいみたいなね、うんうん、トータルトップがリーチかけると結構向かいづらいところもありますよね。ここに打ったらただまあみんなチャンスだと思ってそれはね、あの返り討ちにさせられるチャンスもあるから、そうなんですよ、2、3、4が意味がないっていうのが ね、 そうですね、1位しか意味がないっていうのが周りを奮い立たせちゃいますよね、うん、その辺のリスクはあるんですけど、はい、さあ木原がピンズを寄せていく、いいですね形が。山口ここからがまあ戦いですよね。七八九を目指しつつ、水巻も一二三の可能性が出てきました。ただどうでしょうね。狭くなっちゃいますもんね。三色追うと。あ、ここはつもぎった。さあ順調だ木原。ドラの3層にくっついてもまずまずの得点になりそうです。あ、いいシャンテンですが、いいマウントかな、ペン3マウント、あ、ここは戻した、うん、これは柔軟な感じがしますよね。そうですね、水巻きらしい感じ、うん、まあ、できるだけ量形作ってってリーチっていうね、はい、スタイルですからね。さあそして滝沢もいいシャンテン、はい、これはリャンマンはすぐには切らない。そうですね、3番持ってきても一応3面ちゃんで振り点ですけどね、はい、ただそっちの方が強いから、うん、まあ、リャンマン持ってくるとタンヤオに変わる可能性もあるしという、うん、なるほどなるほど、打点アップもありますからね。滝沢がこれがテンパイして即リーチに行けるかどうかっていうのはすごいあれですよね。打点現状メンピンしかないんですけど、そうなんですよね、せめてタイヤとかに自然に振り返れば振り返ったらいいんですが、ただもう一回オヤって木原さんが3着にいるんで、滝沢も普通に上がれる手を上がってオヤ番迎えるっていうのが一番いいような気もしますけどね。あ、これ1匹かな、コロチが出てきた、コロチが見えてきました。それ1匹いいんじゃないですかこれ、うん、これでマンガンハネマンも狙える形を目指します。水巻きも嘘を引くといいですね。さあそしてここで達選択が入る、ドラは3層、嘘ローソですか、6球満一数層のイーシャンテン。さあ地層引き入れた山口、イーシャンテン、なんか6、7、8の滝田の方は6、7、8の方がなんかね作りやすいような感じにもなってきました。パーピン引けばね自然に手のロスがなく6チッパー狙いますからね、うん、さあドラにくっついたぞ、これはいい。安全パイ持つのって形を決めるか、みんながピンフ系のイーシャンテン系みたいなの結構珍しいですね。アゴロチに標準定めました。ああ嘘を引いて、これは理想的だ。おさあリャンパスと水巻がリーチ、
しかし木原も山口もいいシャンテン、サテンパターン、ロッキーパン、ここは急走切らず、勝負せずと、もう次は打っちゃうと本当に危ないですからね。あ、確かにさっきまでとはちょっと違う。そうか、おお、一発で積もった。どうだ、すごい、一個欲しい、一個欲しい、一個欲しい。しかし水巻きが小山満つも、さあこうなるとまた情勢が変わってきます。水巻きがトップ目4万3000点になります。